プロ野球は昭和20年代まで職業野球と呼ばれ、世間から白い目で見られていました。その点、大学野球、特に六大学野球は天皇杯が授与され、神聖な明治神宮で試合を行うことが認められていたため、評判が良く、スタンドは大入りの状態。そんな日本野球の見方を変えたのが長嶋茂雄でした。彼の活躍により、プロ野球は人気の底上げに成功することになります。1950年代後半、黄金期を抑えた川上や千葉が一線を退く。世代交代を目指す巨人が狙ったのは、立教大学の長嶋茂雄だった。六大学リーグの通算記録を更新する8本塁打を放ち、スター性と実力を兼ね備えた大型三塁手。当時は今のようなドラフト制度ではなく、球団と選手が合意すれば入団が決まるというやり方。いろんな球団から誘いの手が伸びる中、長嶋が選んだのは巨人だった。開幕戦でいきなり3番三塁手で先発出場し、大物ルーキーのデビュー戦への期待が高まる中、国鉄の快速球投手金田正一の前に4打席連続三振。あの長嶋が手が出ない。プロ野球のレベルの高さ、プロ野球の価値の高さが世に知れ渡った瞬間だった。プロの洗礼を浴びた長嶋だが、その後は持ち前のパワーで本塁打を量産。最終的に打率3割5厘、29本塁打、92打点を記録し、本塁打王と打点王の2冠に輝いた。惜しくも9月19日の対広島戦で1塁ベースを踏み忘れてなければトリプルスリーも達成していた。他にも最多安打、リーグ2位の37盗塁と活躍し、新人王に選ばれた。走塁、守備に全力を注ぎ、ルーキーイヤーからタイトルを総なめし、セリーグの最強打者になった長嶋は、ヘルメットの飛ばし方まで研究。三振はバッターにとって一番ダメな醜いシーン。でも、三振しても何か光るものをお客さんに与えなければならない。わざと大きいヘルメットをかぶる。空振りするとヘルメットが落ちる。お客さんはそこに風を感じるわけよと、細部にわたり常に高い意識を持ってプレー。1959年6月25日、後楽園球場で行われた昭和天皇をお迎えしての天覧試合。4対4で迎えた9回裏、タイガースのエース、村山実からサヨナラ本塁打を放ち、長嶋の凄さが全国で広まるようになった。大学野球の人気をそのまま持ち込んだ長嶋のおかげで、職業野球はいつしかプロ野球と呼ばれるようになった。入団4年間で2度の本塁打王、3度の首位打者とタイトルを独占する長嶋だったが、当時まだ22歳の男が下馬評を覆し、圧倒的なパワーで頭角を現そうとしていた。1961年、川上哲治が監督に就任し、6年ぶりに日本一を達成。シーズン終了後、荒川博史を一軍打撃コーチに置き、就任後は荒川道場と呼ばれる厳しい指導で選手に熱血指導。そんな荒川が目をかけたのが、当時22歳の王貞治だった。そうだ、思い切ってこう、思い切ってホームラン50本打つんだろう。そうだ、今のタイミング。入団後、成績が伸び悩んでいた王に荒川は一本足打法を指導。一本足打法とは、投手の投球フォームに合わせ投手側の足を上げ、軸足だけで立って打つ打法のこと。ピッチャー稲川、第1球を投げました。打った、大きい大きい当たりだ。ライトバック、ライトバック、ライトバック、ゲームと見ていく、入りました。ホームラン、ホームラン、大野ホームラン。昨日までは確かこんなバッティングはしていなかったと思いますが、一本足、片足を上げて、さっぱりね、なかなかつかみとかないんですが、それぐらいに僕自身はそういうことをやってでも打ちたいっていう切羽詰まってたんですね。そんな時だったからやれたし、その荒川さんの言うことを受け入れられたんじゃないですかね。これを得得した王は、一本足打法導入1年目から本塁打王を獲得。結局王は13年連続本塁打王であり続けた。翌年、3番に王、4番に長嶋を配置し、
この2人のコンビは応援の砲と呼ばれ始め、この二枚看板の活躍で2年ぶりのリーグ優勝と日本一を達成した。そして日本は1950年代後半から高度経済成長期に入り、テレビが一般家庭に急速に普及し始める。同時期に台頭した2人はプロ野球の象徴であり、巨人戦はゴールデンタイムで生中継されていた。特に盛り上がりを見せたのが対阪神タイガース戦。プロ野球球団の古参枠であり、東の最強巨人と西の最強阪神の試合は伝統の一戦と呼ばれ、今でも語り継がれている。打撃タイトルを総なめし、1964年に王は55本の本塁打を放ち、日本出身選手における最多本塁打記録を樹立。2022年にヤクルト村上宗隆に破られるまで長年 NPB 記録であった。応援の方で人気を確立し、巨人は歴史上類を見ない強さを発揮する。1965年から1973年までに9連覇を達成。巨人の第3次黄金時代かつ究極の栄光期と称される。水原の後任監督になった川上が注目したのは、大リーグの強豪チームドジャースの戦法だった。長打力がないドジャースが送りバントやヒットエンドランを用い点を取り、チームプレーで失点を防ぐスモールベースボールを掲げる戦法に着手。コーチに招聘した牧野茂を中心に、サインプレーや守備のカバーリングなど日本プロ野球界で初めて導入していった。この時代の巨人は1番柴田が塁に出て、2番土井が送りバント、応援の方がランナーを返し得点というのが定番になっていた。川上監督が最初に行ったのは、投手としてプロ入りした柴田勲を1年目で外野手に転向させたこと。合わせて左打ちにも取り組み、日本で初めてスイッチヒッターにさせた。スイッチヒッターとはその名の通り、右打ちも左打ちも両方できる打者のこと。左打ちの場合、一塁までの距離が近くなり、内野安打を打つ確率が上がり、右打ちの場合、左打ちでは不利になる対左投手でも関係なく対戦ができるようになることが、スイッチヒッターの利点として挙げられる。俊足でもあった柴田は、出塁するとすかさず盗塁。1960年代は、クイックモーションが導入されておらず、走者は圧倒的有利状況。打者転向1年目で43盗塁。1967年には70盗塁を記録し、盗塁王に輝いた。通算盗塁数579はセリーグ記録で、盗塁王を6度受賞している。なお、柴田は自由に盗塁することは許されておらず、盗塁は全てサインであった。V9 時代は1番センターとして活躍。パンチ力もあり、1968年には26本塁打を放っている。引退後、ポーカー賭博で逮捕されるが、釈放後の会見でトランプ柄のセーターを着ていたため話題になった。先発完投が当たり前だった時代、川上監督はそんな常識をひっくり返し、投手分業制を取り入れ、リリーフ体制を確立させた。リリーフピッチャーとは、先発投手が降板した後に登板するピッチャーのこと。中継ぎ、抑えなどの役割があり、短いイニングを投げるリリーフは1回を無失点に抑えることが求められる。そんなリリーフの草分け的存在になったのが宮田幸典だった。1年目のオフ、心臓疾患を患い、長いイニングを投げることが厳しくなった宮田に川上は救援投手に専念させることに決めた。リリーフ転向1年目は防御率1点台。2年目こそは怪我で苦しんだものの、3年目にはリーグ最多の69試合に登板。69試合登板中、67試合登板が救援ではあったものの、ロングリリーフを任され、164回3分の2を投げた。防御率は 2.07 と高水準。登板する時間が午後8時半前後であったことから、8時半の男のニックネームがついた。
投手分業を駆使し、先発では国鉄から移籍の金田正一が最優秀防御率を受賞する活躍。城之内、中村が20勝とセリーグ防御率はリーグ2位の数字。この年は王が MVP に選ばれるも、王は後年に自分では宮田さんだろうと思った年もあったと語っている。そして川上監督はキャンプで集中して練習をさせるために報道陣の取材を規制し始めた。マスコミはこれを鉄のカーテンと呼び、日本球界で初めて専属候補を置き、自身はスカウト部長を兼任するなどチーム編成でも権限を掌握。報道関係者はスタンドでご覧ください。グラウンドには一切入らないように願います。キャンプは私たちの最も重要な時です。一刻の気の緩みもなく鍛錬に打ち込まなければならない。まずそれには休む暇のない日課表を細かく作った。これを遂行するには記者団が選手に話しかけることが一番困る。バッティングの順番を待っている時でも精神力をボールに集中しなければならないものだ。そこへどうだい当たりはと記者団がちょいと声をかけただけでも気持ちが乱れるもの。カメラのシャッターはもう同じ。これが狙いなんです。コーチ兼任選手であった広岡達郎は、長期的な競合チームにしたという意味では川上さんはジャイアンツ随一の監督だったと評している。川上監督が行ったことは日本野球の基礎を作ったと言っても過言ではない。1965年に入団して間もなく巨人のエースになったのが堀内恒雄だった。当時としては珍しい150キロを超えるストレートと大きく曲がるドロップを駆使し、沢村2世と呼ばれた堀内は高卒1年目から16勝2敗、防御率 1.39、 セリーグ記録のシーズン勝率8割8分9厘、また最優秀防御率、最高勝率、沢村賞、新人王のタイトルを獲得するなどタイトルを独占。打撃能力にも優れ、翌1967年は3打席連続本塁打を放ち、通算では21本の本塁打を放っている。そんな堀内、試合後の取材では一人ずつ同じテーマで取材に来るのを紛らわしく感じ、同じ質問ばかりだからまとめてやってほしいと18歳とは思えない強気な発言を行い、記者の反感を買った堀内は2年目の春先に椎間板ヘルニアを発症した際、スポーツ紙には再起不能、悪太郎がそれ見たことかといった記事があふれ、悪役のような扱いをされてしまう。しかし当の本人は自身のブログで、でもこの悪太郎嫌いじゃないんだ、愛着がある、ブログのタイトルにもつけたぐらいだからね、これからも俺の悪太郎節を楽しみにしてくれると嬉しいかなと語っており、悪太郎というあだ名を前向きに捉えている。8年連続200投球回を投げるスタミナで投手陣を牽引、沢村賞を2度受賞、日本シリーズ MVP を2度受賞し、 NPP 記録のオールスターゲーム通算防御率 1.44 と大舞台に強い投球を見せた。そんな堀内を抑えた女房役が森昌彦。ルーキーの堀内の開幕13連勝をアシストし、城之内、金田ら投手陣を引っ張り、1967年日本シリーズ MVP に輝くなど攻守で活躍。8年連続ベスト9に選ばれるなど、当時のセリーグ捕手陣の中で頭一つ抜けた活躍をした。このように大谷、長嶋の他にもポジションが固定された選手がいた。そうだ、思い切ったゴム来てホームラン50本打つんだろう。そうだ。 V9 の期間中は本塁打王と最多出塁数は王が独占し、打点王も王と長嶋の2人が占めるなど、この期間中打撃タイトル43のうち36タイトルが巨人の選手と、攻撃力は圧倒的だった。1957年、1試合平均2万1000人の観客動員数が V9 の後期には4万2000人と倍増した。テレビ中継とともに巨人は爆発的な人気を博し、巨人大砲、卵焼きという流行語が誕生するほどだった。しかし巨人が連覇を続け、決まった選手がタイトルを独占する事態が続くと、この情勢に飽きる野球ファンやマスコミもいた。1973年、
勝てば優勝が決まる対阪神タイガース戦、巨人高橋は最後の打者を三振に仕留めると自軍ベンチ目がけて猛ダッシュ、虎党が当時低かったフェンスによじ登り乱入、遅れた王は右アッパーを食らう羽目になった。川上はこうした批判を気にし始め、1973年10月に川上は長嶋に対し現役を引退して監督へ就任するよう勧めた。長嶋自身も30代後半に差し掛かっており、成績も下降していたこともあり、1974年をもって引退することを決意した。前人未到の10連覇を目指す巨人、前年沢村賞を受賞した高橋克実が前半戦でわずか1勝、長嶋も打率2割3分前後の状態が続き、前半戦は貯金を作ることができなかった。8月は10連勝で首位に立つが、終盤に中日ドラゴンズに逆転を許し、10月12日10年ぶりの V1 が確定。苦戦を強いられたのが中日の星野選手が投げる試合、 V9 時代の巨人を相手に35勝31敗と勝ち越しを記録し、巨人キラーの異名がつけられ、長嶋茂雄を111打数26安打打率2割3分4厘に抑え込んだ。引退年は1番を打つこともあった長嶋だが、引退試合は4番サードで出場。長嶋の他にも森や黒井が引退を表明しており、この試合は V9 オーダーで臨むことになった。今ここに自らの体力の限界を知るに至り、引退を決意いたしました。ここに及ばず10連覇の夢は破れ去りました。私は今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。職業野球をプロ野球に変えた長嶋の通算成績、通算2471安打を記録し、最多安打を10度獲得、プロ通算17年で17度ベストナイン受賞、勝負強いバッティングで強烈なイメージを残し、日本シリーズ通算打撃成績は打率3割4分3厘、25本塁打、66打点、日本シリーズ MVP を4度受賞している。名将川上監督が退任し、38歳の長嶋茂雄が後任監督を担うことになった。V9 を支えた選手が抜け、戦力が低下した巨人は序盤から下位に低迷。王は怪我の影響で2年連続の三冠王から一転、13年間守ってきた本塁打の座を阪神の田淵幸一に明け渡した。全球団に巻き越し、9月には球団史上新記録の11連敗で球団史上初の最下位に終わった。2023年終了時点においてもこの年が巨人史上唯一の公式戦最下位となっている。 V9 の栄光から最下位に沈んだ巨人だが、長嶋監督の明るいキャラクターで長嶋語録とも呼ばれる天然プリを1年目から発揮し、チームを活気づけた。今度佐田岡、あれだろう、爪入りから今度あれだな、おいよく切るんだな、初めてだよく切るの。よくどんなやつ？ブレーザー？ブレーザー？ブレーザーのやつ？作ったの？こっちで作ったのか？いえ、もう、買ったの？買ったのか？ようあったの？また、このいわゆるリーチにようあったな。長
長嶋監督は川上監督が築き上げた管理野球をひっくり返し、ファンサービス最優先のオープン主義を掲げた。積極的に選手の入れ替えを行い、日本ハムから張本勲、太平洋から加藤はじめと井原春樹、阪急から水谷隆、広島から小俣進を獲得。序盤から阪神タイガースと首位争いを展開。最終盤まで優勝の行方が分からない情勢が続いたが、最終戦の10月16日に勝利を収め、3年ぶりに優勝を達成した。王が49本塁打123打点で二冠王を奪還。移籍組の張本が打率3割5分5厘22本塁打と3番4番が活躍した。日本シリーズでは阪急に敗れるも、最下位から一転して首位に躍り出るなど、巨人軍の強さを再度実感させた。勢いは止まらず、翌1977年も優勝。王が通算756号本塁打を放ち、通算本塁打世界新記録を達成。2桁本塁打を記録した選手が6人。投手陣は25歳の小林茂が沢村賞とベストナインを獲得と、抜きん出た投手力と打撃力で首位を譲らない巨人だったが、スタメンのメンバーの半分が30代の選手であり、野手の世代交代が進まないままでいた。1979年オフ、張本勲が退団し、1980年通算855本塁打を達成した王が、シーズン終了後の11月4日に現役引退と助監督就任を発表。この年打率2割3分6厘30本塁打84打点の活躍がありながらの突然の引退宣言だった。我が巨人軍は永久に不滅です。やはり、まあ、口はばった言い方ですけれど、王貞治としてのバッティングができなくなったということです。まあ、いろいろ細かく技術的なこと、また体力的、精神的にいろいろありますけれど、やはり、ファンの皆さんの期待である、まあ、ホームランをですね、僕なりに打てなくなったことが、最大の理由です。その僕はまあ今年戦力としてはね、あまりプラスなってないんですけれども、はい、王さんの場合も4番バッターで、ホームランもチーム1、打点もチーム1という、それだけでもね、来年抜けるということは穴がパカッと開くということですし、うん、まあ、その数字だけでなくって、王さんの場合チーム引っ張っていってましたですからね。なぜ今日選んだのかっていうことですね。まあ、僕の理想とすれば、来年1年間やって、来年で引退しますという引退声明を先にして1年間プレーやって、お客さんに本当にこう1年間で別れを告げていくというそういうやり方が彼に一番ふさわしかったんじゃないかなという気がしますね。本当すごく寂しいような、まあ来年からなんかこうぽっかり穴が開いたになるんじゃないですかね。まあ一塁に行けばね、王さんが行ってると思ってたからね。ホームラン、打点、フォアボール、敬遠、出塁率、長打率、OPS は NPB 最高の記録。20年連続40本塁打でも王の記録には届くことはできず、歴代最高一塁手の呼び声が高い。60年代、70年代の打撃タイトルを総なめし、この時代の最強バッターとして名を馳せた。王、長嶋が引退し、一つの時代に幕を下ろすことになった巨人軍。しかし、その後の巨人も新顔が活躍し、球界の名手の称号は譲らない。1981年、巨人は藤田新監督のもと、8年ぶりの日本一を目指すのだった。